んこんにちは、リリアです。今日はお花見をしに来ました。とっても風が強くて寒いです。はい、これはママが作りました。これからみんなで食べます。ブラウンシュガーを使ったから色が変みたいです。こっちも桜のお餅、桜餅です。全部手作りなので体に優しいです。